フジモンでーす。今日も愛車紹介やってまいりました。今日の愛車は、はい、ちょっとナンバー映せないんですけど、アルファード、新型アルファード30後期です。こっちの手ですよ、アルファードので。早速オーナーさん、はい、オーナーさんちょっと顔 NG なんですけど、ちょっと 首から下はい、オーナーさんなんですけど、はい、新型アルファード、はい、30後期ですね。はい、はい、ほとんど新車ですね。そうですね、今走行距離が425キロ。まだ400キロ。はい、2週間経ちました。2週間、はい、はい、2週間で400キロ、まだまだ全然走ってないですね。そうですね、はい、はい、すごい内装も豪華ですね。普通のミニバンと違ってやっぱりダッシュ周りとかね、こういう革がね、革のね、はい、肌触りも良くて、でナビも大画面ありますよね。はい、ナビが純正ナビにこだわりました。純正だけどもビッグサイズ。そうですね、はい、はい、ですよね。ギアのモニターとかもミラーについてて、はい、レーザー探知機とかドライブレコーダーレコーついてますよね。はい、すごいですね。はい、豪華装備の車なんですけども、これ何人乗りかっていうのを、はい、今、たくさん人が乗ってますんで、はい、この車の、感想も含めて聞いていきたいと思います。まずオーナーさん、気に入ってるところから。一応前が 3.5 リッター乗っとったんで、はい、今回はハイブリッドにこだわって、はい、で燃費が良くなったんが気に入ってます。あ、なるほど、はい、そうなんですよ。これ紹介遅れました。ハイブリッドなんですけども、実際燃費どれぐらいですか？今で多分悪くて 11.5 ぐらいですね。悪くて 11.5、 はい、多分良かったら18ぐらいいくと思います。はい、前の 3.5 の時はやったら良くて9ぐらいでした。ああ、はい、だいぶ違いますね。そうですね。で前はハイオク仕様やったんですけど、はい、今回はレギュラーガソリン で、はい、仕様でいけるんで楽になりました。いいですね。はい、わかりました、わかりました。じゃあちょっと、じゃあ7人乗りっていうことなんで、はい、7人数えていきます。まずは助手席、なんで大ちゃん乗っとんかな。あら、皆さんどうもこんにちは。見たのね。見たよ。見たのね。見ないね。あまり見ないね。ちょっと照れるわ。大ちゃんどうよ、このアルファード。いや、すごいわよ。もうこのシートがね、もうフィットしてるの、お尻にフィット。大ちゃんのお尻に。私ね、腰悪いのよ。腰悪いのにフィットしちゃって、ね、フィットしちゃってね、結構ね、あんまり腰の負担がね、少なくて乗り心地いいわよ。あ、そうですか。はい、よかったですね。はい、じゃあまず2人目は大ちゃんということで、助手席から大ちゃん出てきました。はい、で続きまして3人目は僕かな。ちょっとコメント難しいかな。はい、で4人目、誰や、ノブじゃ、ノブじゃ、ノブじゃ、なんでノブが乗っとんじゃ。ノブ久しぶりやな。久しぶりです。どうアルファード。いや、座り心地よくて、なんか高級ソファーに座っとうみたいな。そうやな、これ2列目座ってたけど、これアシストグリップまでこんなに。すごいっす。なあ、すごいよな。はい、3人、4人、5人目はオーナーさんの奥様。じゃーん。はい、出てきました。ちょっと顔出し NG かな。はい、はい、はい、出てきました。はい、一緒に出てきましたね、僕も。ありがとう。1、2、3、4、5、6人目、6人目次誰かな。分かっとるって、かいちゃんです。分かっとるって。ありがとうございます、はい、久しぶりです。かいちゃん久しぶり。はい、どう。いや、もうすごいシート良くて、うん、ずっと座っときたい気持ちになるし、うん、まあ、中にあの読書灯っていう、まあ、ライトがついてる。ああ、そう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 、時計とか中でも見やすかったですね、これね。はい、と思いましたね。ついとんすよ。はい、でリアのモニターもついとくからね。そうですね、長距離ドライブも
こんなんで楽しめますよね。はい、はい、よかったですね。はい、はい、6人目最後7人目誰かな、誰かな、もう大体想像つくけど。こんにちは。こんにちは。あ、兄ちゃん YouTuber？ YouTuber やろ。なんでグッドボタンの兄ちゃんやろ。グッドボタンの兄ちゃんやけども、今日遠足行ってたんですよ。遠足。ドキンちゃん、アンパンマン、アンパンマン、よかったですわ。アンパンマンみたいな顔になって、もうすごいね、やっぱり。どうでした、もう松田さん。豪華やね。いや、松田さんですよね。いや、違う、カメラやめてくれへんか。カメラやめてくれへんか。松田さんですよね。兄ちゃん YouTuber やろ。よかったね、グッドボタン。松田さん、なんか感想を。あの、すごいです。どこ、ファーストクラスみたいね、うん、みんな気づいてないですけど、この天井のイルミとかね。そう、夜になったらピンク色になるからね。これもね、色変わるんですよ、実は。ピンク色になるでしょ。ピン、いや、夜になったらというか、変えれるんですよ。手動でも変えれますよね、これ確か。そうね、はい、ここに多分ボタンがあると思うんですけど。ボタンがあってね、ここにね、はい、あって変えれるんですよね。はい、こんな感じの車は、松田さんどうですか。よかったですね、本当。ドーンと購入どうですか。検討します。ちなみにオーナーさん、これあの変な話、いやらしい話、あんまり言いたくなかったあれですけど、はい、おいくら万円ぐらい。640万円640万、はい、乗り出し価格で640万。そうですね、もう込み込みの640万円ですね。おお、はい、さすがっすね。頑張って。借金地獄ですけど。いや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 、なかなかですよ。、うん、ハイブリッドやしね。まあしますよね。そうですね。そうか、640万ですか。ちなみにちょっとこれ C 検車になってるんですよ ね。ウィンカーとかちょっと出してもらっていいですかね。はい、これですよね。C 検車ル、いいね。松田さん、映りまくってますよ。リアは、リアもシーケンシャル。いいね。いいっすね。もうこんなん、もう純正でいいですわ、もうこんなん。あの、いろいろしたらダメ、これは。もう乗り心地が悪くなる、ね。うん、純正のままで、ね。大人って感じやね。うん。これで十分。ね。タイヤもこれで17、うん、7ですね。大きい見えますよね。そうね。ということで、今日はアルファード30後期ド新車ですね。新車ね。紹介しました。はい、松吉グループの皆さん、ご協力ありがとうございました。ありがとうございました。はい、みんなあの頑張って早くこんな車買えるように頑張りましょうね。頑張りましょう。はい、ということで今回も最後までご視聴ありがとうございました。よかったらグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。お願いします。お願いします。